今はちょっとペコちゃんのドハマリ度がラストが今1位になっちゃってて、いやモンハンもやりたいの、モンハンも進めたい。でもいつの間にかラストやってんだよ、体が勝手にラストやっちゃってんだよ。本当はペコーラだってなんか違うことしなきゃって思ってんだけど、止まらないペコなんだよね。びっくりするぐらい中毒やなって。いやもうすいません、アークの状況と同じです。今は多分一番ハマってるから楽しい、めちゃめちゃな。しかもさ、ラストってさ、そのなんだっけ、あのサーバーさん、あのホロサバーもさ、あれなんだけど、そのなんだっけ、期間が来たらリセットされちゃうの。だから今一番ハマってる時に思う存分さ、まず初めてのことをやってさ、なんかまず覚える段階よね、今は。一回目のそのあれだから覚えて。でさ、なんか次ぐらいになったらさ、もう容量とかも分かってるペコだから、今度はなんかさ、チーム組んでさ、なんか対決してみたりとかさ、数日かけたりとか、まあミニ企画だったら何時間かでとかでさ、そういうのができる。今は学びの時なのよ、学びの時。そう、ホロメンもさ、みんなちょこちょこ始めてきたし、どんどん人が多くなったら楽しくなるね。その学びの時を裏で消化しないで。すいません。でも、ペコーラ裏でやってることって言えば、雪山の資材、あと家の改造ぐらいだよ。それぐらいマジで。なんか新しい場所とか、港とかも行ってないし、それぐらいで本当に。そう、誰かんち嫁るとかの時は必ず配信やるよ。まあ、なんか今さ、なんか少しずつホロメンもさ、増えてきたからさ、人がインするのが多ければ多いほど関わりは増えてきてさ、ラストも盛り上がるかなと思って、ちょっと結構インはしてるペコーラは。そうそう、なんかさ、誰もいないとさ、なんだろう、ちょっとさ、やってても、なんかかそってるなみたいになっちゃうから、一人でもインしてたらさ、ちょっと違うじゃん、で、関わりがあれば。だから少しでもね、ちょっとインして。でもさ、